野田から連絡が来て、16日にケンバーさんとシーヤスがキャスコンカフェ行って赤松におすすめ規制解除の直談判するらしいです。いや、来たんだけど、何を言ってんだか分かんないよね。何？シーヤットとキンバイが自分らのおすすめ規制のおすすめ規制解除を直談判する？だからあれだろ、俺もおすすめ規制だから、ユーガさんも言ったらどうですかってことは多分言いたいんだと思うんだけど、多分な。いけません。で、いかんよ。つうか、そもそも、1ユーザーに対して、今まで散々ね、ツイキャスで長くやってきて、ツイキャスまあ、何年くらいだ ?4 年くらい ?4 年だかそれくらいやってきて、ね、今まではおすすめ規制になって解除、俺おすすめ規制ってほとんどなったことないんだよ。多分、1回あるかな ?1 回短い時間あったりとか、そんなのぐらいで、短い時間であったけど、そんなもんで、基本おすすめ規制になったことないのに、すげえ今回なんかめちゃくちゃ長くて、おすすめの、何謝罪文書くところのフォームまでなくなってるしさ、散々さ、長い間こうやってやってきて、まだツイキャスがさ、そんなさ、盛り上がってない時代からやっててさ、そんでさ、この扱いは何も、なんでおすすめ規制になってんのか、ね、教えてくれねえって、すげえ無責任だったなと思うんだよ、俺。しかもさ、ポスターになってくれって言ってさ、ポスターにも なってんだよ。運営に頼まれて、ポスターになってくれって言って、ポスターはじゃあいいよって言って、ポスターになって、挙句の果て剥がされる羽目になってさ、ね、そうやって協力してんのに、この扱いはないだろうと思うもん。なんで自分から頼み行かなくちゃいけないんだと思うもん、俺は。逆に。なんかツイキャスがでか、配信者増えてきて、なんかリスナーもね、視聴者も増えてきて、大きくなったことによって、なんか古くやってた人間たちどうなのって話だよ。意味がわからんね。もうひどいよ、これは。俺は行かないよ、直談判なんて。運営側がきちんとすべきだと思ってるから。まあね、だからまあね、こんなクソサイトで僕はね、配信やるしかないから、クソサイトでやってますよ。あのポスターのポーズが、いや、運営に褒められたから。寒いな。運営に褒められたのね。いや、納得できねえよな、いろいろと。なんで、まあ、直談判行きませんけど、僕は。あ、それとね、ねみんなちょっと聞きたいんだけどさ、どう思う？ちょ、聞きたいんだよ、そうだ。みんなに聞きたいことがあってさ、聞きたいことがあるんだけど、強盗事件、なんかコンビニだかなんかの強盗事件知ってる？なんかそれで人を殺しちゃったか刺しちゃったか、なんかそんな事件があったんでしょ？シシキングいらっしゃい。そんな事件があって、まだその犯人が逮捕されてないという、青田もいらっしゃい。犯人が逮捕されてないの。いつ、今日。あれじゃないぞ。なっけ、3億6千万盗んだやつじゃないぞ。警備会社から3億6千万盗んだやつじゃない方。コンビニ。今日。俺が見た時は16時間前だったけど、もう24時間前ぐらいになってんじゃない？時間的に。今日、知らねえの？嘘。どこだっけ？ニュース。多分ニュース出てると思うけどな。あれ出てねえのか。知らない？まあ、あった、あるね。多分まだ犯人逮捕されてないと思うんだよね。まだ犯人、都内、どこだっけ？ちょっと待って。羽村市？違うでしょ？強盗、殺傷。強盗殺人ね、強盗殺人2件、被告の男、いずれも覚えてない。あれ？捕まってねえか、これ。あれ？捕まってねえ、これ。この件だっけ？あれ、なんか捕まってねえか、これ。
か2件あったんだよ。なんかさ、2件あったんだよね、昨日強盗で。指名手配。あ、どこだっけ東京、あれ、どこだっけ、あ、これ、こいつか。あれ、こいつだっけ、な、違うな。なんかまた、逮捕されてないって、でも16時間前に、港区、そうだ、港区だ。そう。港区、強盗殺人。多分これですよ。捕まってないよね、多分。もう捕まっちゃったのかな。迷彩服を着た男性が、連続刃物強盗、迷彩服姿の犯人が逃走中、というやつなんだけど。あ、東京港区2軒のコンビニ店に刃物を持った男が押し入った、警察官が、ってことは逮捕されてんじゃん、これじゃ。さっき2件の事件で逮捕されたって書いてたもんな。ダメだ、逮捕されちゃった。違う、これね、みんなに聞いてから行こうか行かないか決めようと思ってたんだよ、実は。そう、突発的に行くのやめようと思ってさ、ニュースでやるってことは、まあ、ある程度犯人が絞れていたりとか、もしくはどこにいるのか分かってるから、そう、みんなと決めようと思ってたんだけど、もう逮捕されてるな、これ。そう考えると。じゃあ、そしたらまたさ、原付おじさん、出動しようと思ったんだけど、犯人が逮捕されてたら意味ないもんね。一人でバカみたいに回ってて、犯人どこだって探しても意味ないもんな。それじゃあ意味ないので。ヤフーニュース見たけど、コンビニ絡みのが2件あるね。そんで2人とも逮捕されてるでしょ。だから迷彩服の方もそうだし、その前のも。危険だい？刃物持ってるから？いやいや、だって原付じゃん、こっち。こっち原付じゃん。絶対ね、そういう犯人って銀行強盗じゃない、間違えた。コンビニ強盗か。コンビニ強盗をちょろっとやる人間って、絶対またコンビニ狙うんだよ。ここ。なんで銀行強盗じゃないのかって、コンビニ強盗かってことだよね。コンビニ。俺さっき銀行って言ってたけど、ルーセスでしょ。なんでコンビニ強盗かって、コンビニって、な、金額あったって、まあ時間帯的なものもよるだろうけど、多分売り上げとかの問題もあるだろうけど、多分8万とか、そんなもんだよ。時間帯で回収しちゃってるから。そうじゃん？大体、あってもだからな。大体変なもんさ、2万とか3万とかそんなもんしかねえよ。釣り線入れたって。そうするとまた強盗やるんで、だから、コンビニなんていうのは。ルーセス熊田いらっしゃい。ヘッペいらっしゃい、ね。警備会社の3億6千万。捕まえたいね。行く？埼玉。あれ埼玉だよな、確かな。ヘッペな。3億6千万行く？3億6千万、これ捕まえればね、これまあ、これ見つけたりとか捕まえれば大きいよ。多分下手したらこれ3億6千万のうち多分借金とか返したりとか、多分借金とかしてるんだろうから、借金とか返してるとしても、この金の一部分戻ってくれば、俺の金だよ。ちょっと窃盗ではないから、窃盗ではないから、強盗だからあれだけど、窃盗ではないので、あれだけど、もしかしたら、謝礼で警備会社から1割ぐらいもらえる可能性があるわけよ。お金を拾ったりとかして届け出ます。そうすると大体、1割ぐらいの礼がもらえたりとかするね。別にあげなくちゃいけないわけじゃないんだけど、これもしかしたらあり得るからね、これ。ジュリーらっしゃい。アミちゃん、赤ちゃんらっしゃい。裕福な逃亡。いや、でも、段ボールにお金を詰めたって言ってるんだよね。段ボールに、
金庫の前で段ボールにお金を詰めて3億6千万を持ってってるっていうから、まあ間違いなくとこではそれ持っていけないでしょう、うん、もう警察の方は車のナンバーとかもう全部分かってんだろうな。マキのやし、疲れ出てない。謝礼出たら3万めぐみのやつや。3万いや、めぐみのやつもんな。謝礼出たら、謝礼で3000万。3000万ぐらいの、もしね、謝礼が出たら、限定で、そのね、謝礼放送やるから。謝礼放送。皆さんにも謝礼ね。謝礼放送で、皆さんに3万円あげます。うん、企画。俺3000万だから、皆さん、俺の放送に来てコメント打って、僕にね、個人的に、もう、急遽 Gmail 作って、そこにメールをくれた人は、ね、振り込み先を教えてくれたら3万円をあげるっていう企画やるから、そしたら。うん。で、そのうちの1万円は必ず俺に花火を投げるっていう。いいだろ？うん。いいだろ？俺が3万円あげます。そのうちの1万円分を皆さんは花火買って、花火をね、ポンと投げると。20発ってことだよな、だから。10発か。10発分投げると。うん。そうだ、賑わってるような感じするよ。一応、形上、ね、俺が3万円あげる。1万円分は、1万円分は花火投げる。もう、放送が盛り上がってるような感じするじゃん、それは。マジで。運営丸儲けなんだけどね。ただの運営丸儲けで、俺で損なんだけど。まあね、面白いでしょ、まあ。育ってるよ。俺に3000万くれたら、でもそれが1500万なんて戻ってくるだけじゃねえか、花火職人。うん、いやー、やりたいね。ただもう、犯人捕まんねえだろうな、3億6000万で。全然見えない。見えないもんな、そんな3億6000万持ってったなんて。どこに逃げるのかってわからねえもんな。まあ確実に北だろうなとは思うけど、北。うん、埼玉でしょ？埼玉で強盗でしょ？逃げようと思うなら北だろうな。北。それか、日本海側、鳥取島根方面の方に逃げてくんじゃないかなと思うけど、ルート固めるだろうなとは思うもん。まあ西には逃げないね。逃げ合ってるところには逃げようと思わないもん、まず。で、大阪方面、名古屋方面には逃げないでしょ。うん、じゃあ、どっち逃げるかって言ったら、埼玉からだと上の方に北上してって、斜めの方に行って、鳥取島根方面の方にこうやって日本海側に流れていくか、まあ一番無難なら東北だろうな。人間の心理的に。北。うん。なんで北かっていうと、そのね、人に興味がない。うん。そうそう。他の地域の人間が来ても、人に興味がないから、おじいちゃんおばあちゃんたちが多いから、だから北の方に逃げる。麦いらっしゃい。いい旅館、まあ、でもある程度手配を出してるだろうけどね、もうね。でも絶対捕まるのんね。Mいらっしゃい。絶対捕まるじゃん、そんな3億6千万。ルーキーらしい。みんなさ、3億6千万盗んだらどうする？ 3 億6千万盗んだら強盗したらどうする？で、まぁ、刑期が、どうだろうな。まぁ、10年ぐらい？まぁ、15年はいかねえだろ、多分。わかんないけど。10年ぐらい？ 12 年とか、10年 ?8 年 ?8 年、10年ぐらいかな。わかんないけど。家買う？買えないでしょ。海外逃亡できないでしょ、多分。それだけだともう海外固め、つうかもう空港と、空港張られちゃって無理でしょ。うん、グミランタン、アロエいらっしゃい。埋める。でも濡れて終わっちゃうかもしれない。海外になら行けないよ、絶対に。うん。ああ、みんな安易だな、安易。安易ですよ。俺は、誰か一人に預けるけどね。俺は預ける。確実に。俺は預けるよ。うん。
出た時にもらう。うん。もちろんでも預ける人間にもお金あげるよ。お金あげるよ。あげるけど、ちゃんとあげるけど、例えば1億円なら1億円あげるけど、うん。預ける。出てきた時に全部回収。信用できる人？信用、生駒ちゃん、信用できる人も何もないんだよ。盗んだ金だぜ。こっちがチンコロしちゃえば終わるじゃん。